切断された2人の犠牲者の遺体の発見はパプアのミミカ県の住民に衝撃を与えました。警察の捜査により事件の動機と手口が明らかになった。被害者は4人、加害者は9人であることが判明しました。サディスティックな殺人の背後にある動機は経済的要因であると疑われている。これまでのところインドネシア陸軍憲兵隊の捜査官は この事件の容疑者として6人の兵士を挙げています。その間、4人の民間人の容疑者が警察によって取り扱われました。年表、加害者と被害者は、2022年8月22日午後9時50分ごろ、殺人が行われる少し前に、ニューミミカ地区のブディーユとも出会いました。 殺害された後、加害者は4人の遺体を被害者の車に積み込み、岩鹿地区のカンポンピガプ川に投棄しました。川に投棄される前に、4人の犠牲者はすべて切断され、6つの袋に入れられました。被害者を川に投げ込んだ後、加害者は被害者が借りていたトヨタカリアの車に火を放った。9人の加害者は、加害者から武器を購入するために使用される予定だった2億後。 金曜日、2022年8月26日、コミュニティと警察は犠牲者の1人を発見しました。そして、同日、警察はブディーウトモで被害者が借りていた黒色のアバンザ社を発見した。翌日の土曜日、2022年8月27日、コミュニティはカンポンピガプ川で別の遺体を発見しました。警察は月曜日、2022年8月29日の夜、 パプア州ミミカ県岩下地区のカンポンピガプ川で切断された犠牲者の遺体を再び発見しました警察は別の遺体の行方を探しているパキスタンの洪水は国の3分の1を水没させ火曜日2022年8月30日2100人以上の命を奪いました6月に始まった雨は過去10年以上で最悪の洪水を引き起こしました 2022年8月26日に発生した洪水により、パキスタンは国家非常事態を宣言し、南アジア地域に属するこの国で発生した洪水により、少なくとも3000万人以上の人々が影響を受けました。パキスタンで発生した洪水は、今年の非常に雨の多い雪が原因で発生しました。 この国は、インドよりも短い時間でモンスーンまたは雨季を経験しています。アクティブな雨は、7月から8月までの1ヶ月半続きます。これまでのところ、今シーズン、パキスタンは通常の3倍以上の洪水量を記録しています。飛行機機は、パキスタンを荒廃させた大規模な洪水の主な原因でした。しかし、 貧困への脆弱性、多くの険しい山の斜面、壊れた堤防やダム、自然の気候変動などの要因の組み合わせが、パキスタンの洪水をこれほど致命的なもの。パキスタンの洪水による死亡者数の増加には、多くの重要な要因があります。その一つが、急斜面からの急流に対応できずに堤防が崩壊したことです。 多くの人は、以前の洪水から現れる水量はそれほど多くないと考えています。彼らは準備をしていませんでした。さらに、森林伐採はまた、ある場所では雨の流出速度を速めます。 ノフリアンズやヨスアヒュータバーラットの計画的殺人事件の復元、火曜日2022年8月30日。再現プロセスでは、この場合5人の容疑者が提示されます。そのうちの1人は、部下の計画的殺人の首謀者であると疑われている監察官のファーディー・サンボです。その後、リチャード・エリエザー、リッキー・リサール、クワット・マルフ、 サンボの妻プトリ・カンドラワティの4人の容疑者も出席した。復興シーンは全部で78シーン。シーンは、皇帝、サンボの指定、マゲランにあるサンボの家の3カ所での出来事を再現しています。マグランの家の様子を16シーンでデモンストレーションします。イベントには、2022年7月4日、7日、8日のイベントが含まれます。 民家の35シーンは、7月8日のイベントとジョシュアの殺害後をカバーしています。そして、サンボの鑑定では、ヨシュア殺害にまつわる27の場面が繰り広げられます。プトリが自分の部屋で寝ているシーンがある。それから、白い服を着たジョシュアのスタントダブルがプトリの横の床に横たわっていた。シーンのこれ以上の詳細は説明されていません。しかし、 この事件が発砲の引き金になった疑いが持たれています。サンボが以前に告白したように、彼はマゲランで家族の尊厳を傷つけた事件のためにジョシュアを殺すことを計画していました。最高峰は、銃撃または金曜日,2022年8月7日の直前に発生したとされるサンボの個人宅の3階にある部屋のシーンも書いています。部屋では、 最初はサンボとプトリが並んでソファに座っていた。王女は下を向いた。やがて、彼は顔を手で拭いているように見えました。それからサンボはプトリを抱きしめた。彼は妻の頭にもキスをした。プトリもサンボの抱擁を歓迎した。数秒間、彼女は夫の腕の中に顔を埋めました。その後、サンボはハンディトーキー通信機を取り出したようです。 伝えられるところによると、彼は現在も容疑者として指名されている3人の部下に電話をかけた。ジョシュアに対する暗殺計画が3母の指定で立てられた。殺人を計画する過程は、彼の妻によっても目撃されました。再現プロセスでは、リチャード・エリエザーがサンボの車の引き出しから銃を取り出し、それを小さなスリングバッグに入れていることも示されています。 その後、リチャード・エリエザーはサンボの家の向かいのベンチに行きました。そこで彼はサンボの部下である致命的な事故は、水曜日、2022年8月31日の午後、ジャラン・ベカ市バラートで発生しました。事故には、コンテナトラック、 オートバイ2台、ピックアップトラックが含まれていました。10人が死亡、20人が負傷した部下市での致命的なトラック事故の年表。トラックは最初、路肩に衝突して、バス停に衝突するまでコントロールを失いました。その頃、小学校前のバス停は、放課後のお迎えを待つ子供たちで一杯でした。さらに、トラックは、 通信塔の電柱に激突するまで走行を続けた。ポールが倒壊し、現場での調査結果に基づいて、全体として、この事故の犠牲者の総数は、子供と大人からなる33人でした。33人のうち、10人が死亡した。そのうち4人は子供で、残りの6人は大人です。警察は、鉄を運搬する、コンテナトラックの状態は、 ブレーキが効かなくなった状態ではないことを確認しています。現場から避難した時、トラックは良好な状態でした。また、墜落現場周辺ではブレーキを踏んだ跡が見つかった。警察や運輸安全委員会の調べにより死亡事故の要因が判明し、運転手は眠気を感じていたことを認めた。警察は運転手がアルコールや薬物の影響下にあったという兆候を 発見しなかった。トレーラートラックには2倍以上の過負荷があり、積載量は55トンの鋼鉄とコンクリートでした。